オヤリハグマはキクは、コウヤ野ウ貴族の多年草。根は、ひげ状になり多い。茎は直立し、高さは45から85センチメートルになり、細く硬い。茎の上部で、塩水果樹に分子し、枝には、短毛が治留する。根室葉や茎の下部の葉は小さく、臨片状になり、チューブの葉は誤生し、長い葉平があり、葉身は、 やや硬く、長さ10から13センチメートル、幅7から13センチメートル、先は三朝対中列し、裂片は、先が鋭い長大円形になり、円に、浅くまばらなしががある。葉は、茎の上部に行くに従って徐々に小さくなり、傭兵もなくなる。葉の表面は、緑色で、無毛、裏面は、網脈があり、葉脈状と円に縮れた単毛がある。 夏季は9から10月。登場箇所は円水状に多数付き、花柄はない子あっても短い。双方は長さ14から17ミリメートルになる狭い円柱形。双方辺は7列で福河原状に並び、災害辺は長さ1ミリメートルの甲乱形になり、先は二部頭。頭花は1個の筒状花の実からなり、果敢は白色で5列し、 ペンは線形で長さ10から11ミリメートルになる。果実は長さ8.5から9ミリメートルになる円柱形の痩せ下で上端に多数の関門がある。日本固有種。本州の東北地方中南部から関東地方東北部に分布し、山地の林内に生育する。オヤリハグマはオヤリシロクマのことで、オヤリは 刃が三列した列辺の先の鋭い様子を槍先に見立てたもの。また、白熊とは、薬の尾の毛で作った飾りを言い、株と槍の白い飾りや層が使うホッスに使われた。果敢の細長い列辺の様子を白熊に見立てた。種商名トライロバータは、三列辺のの意味。従来、学名は、パートやトロローバマキノとされてきたが、国際層類、金類、 植物命名規約の規定により、最も早く正式に発表された、マクロックリニディアムトライロバトムマキノに基づく、パートやトライロバータマキノがマサナであると、2016年に報告された。ありがとうございます。